さてとアプローチを変えてみて行ってみようかって別にあのアプローチほらいきなり変えてまだ練習してないだろうからあのこんなきちんと弾けなくて何度もゆっくり止まってもなんでも、うん、ちょっとついつま合ってないのかなって思うところがあったり、あれ左手と右手どっちで取ろうかとか思ったりして、うん、弾いてはいたんですけれども、うん、そのついつま合ってないっていうのは、どういう意味で、その何、タイミング、タイミングの問題、うん、音色は、あ、タッチと音色、音色も、例えばなんか強音出すときに、とか強い音出すときに、うん。うん、あとは今椅子の高さも少し違うんですけれども、うんうんうん、その時の感じ前にやってたような感じでそのままやろうとしてるような感じがするから、うんうんうん、ちょっとまあそこら辺もうちょい研究は必要なのかなって思った、まあ、僕が、まあ、ちょっともしかして他にもいろいろ思うことあるんだろうけど、うん、一応言っとくと一番気になったのはやっぱりねこの左手の8分音符のこれがあの何ていうかな、音の響きを聞ききれてない、うん、のかもしくは聞いてるの聞いててもそれを好んで弾いてるのかな、どっちなのかな、うん、そのね、よく聞いてるとこの1音1音が、ね、例えばこの最初の1音に対してこれが僕だったらこれにこれを乗せる、要するに感覚、実際ペダル踏んでるわけだから、でそれがまるでこれとこれが横に並んでるように弾いてるような感じ、要するにね、これがこういう、まあ、弾き分け姿勢も入れたらハーモニーとして捉えてない演奏、どうしても、うん、なんか線で全部弾いてるように聞こえられる、
っていうのは何でか、その感覚がそのね、一音一音が本当にこの意味があるようにちゃんとまず十分に響いてない中一音が、うん、弱音でも、うん、ちゃんと膨らんでない、うん、ものすごくあっさりしてる、うん、なんか線で書いちゃってるっていうのが一番気になった、うん、全体に毎回左手が、うん、もうちょっとこうやって一回なんていうかな、あの一回膨らむまで待たなきゃ、うん、ちゃんとで膨らんだところを自分がちゃんと捉えないとなんかでバーっていやそうだけど、例えば今のタイミングで弾いてもいいんだけども、その多分、瞬時に力を抜いて、持たれてないんだと思う。だから音が膨らむ前にもう次の音いっちゃってる、うん、そうするとハーモニーを聴いてない演奏に聞こえる、うんうん、っていうのが一番僕は気になった。まあそれはちょっと一回置いておくとして、それ以外に自分さ、もうちょっと今ね実験で、うん、そのアプローチを変えたわけだから、うんうん、もうちょっとテンポを落として弾いてみようか、うんね、うん、それでこう探りながら、うん、自分のちょうどいいところをもし気になったら弾き直してみようか、うんうんうん、ちょっとゆっくり、うん、そう大体どれぐらい、タン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 タタタタン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 、じゃあ、はい、厳密に言うとね、これとこれの混ざり方はどうですか、ね、これが鳴った時に、例えばこのサンドの僕には上の音しか聞こえなかった、このサンド自体がもうちゃんと、ね、縦のハーモニーとしてこれを書いてあるじゃん、楽譜も。だから例えば極端な話、ね、こうやって弾いてみたっていうわけだ。楽しい。実際に本番で弾くと、そうやって弾く、そしてとりあえずそのハーモニーを、ね、その どれぐらいのタッチで弾けば、これが綺麗にね、例えばペダルを踏みっぱなしでも濁らないように。じゃあここまでこれからまでここちょっと厳密に今持ってるけど、これをこうやっと多分ギリギリセーフだと、うん、今だとね、そうするとそういうその縦のあれを感覚を養うためにペダル長めに一回弾いてみよう、ゆっくり、うん、
コルビッツじゃないけど。実際になった響きの感覚と、それから体の感覚はどうだった？今の方が楽です。体。うん、体も楽だし、響きはやって柔らかい印象ですか？うん。確かに。うん。それだけ？柔らかいだけ？調和する感じ。もっと混ざってる。うん。うん、もう一回。これ今最初の声ヒルストってね、響き方違うでしょ。はい、何を感じるでしょうね。そう、今弾いて何どんなことか。以前と比べたらどういう違いが。じゃあ弾いてる感覚として、前のエネルギー量と今のエネルギー量はどうですか。ちっちゃいですね今の。でしょう。省エネでしょ、はい、うん、ちょっとねエネルギーでふわっと膨らむでしょ、うん、であと響きが調和するのと同時に遠くで響いてる感じがしない。うん、手前じゃなくてより、はい、うんうん、もっと抜けて、要するに遠くっていうのは要するに上がってんだよね、響きが。まあそれはいいでしょう。じゃあ先行こうか。はい、この左手のこのこれ一回乗ってからこういうふうにあれしないと、ちゃんと一回持たれないで、えってやって、肩聞こえない。たーてーた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 ー、なんか僕はいいよね。いやいや、もし、でも許可しなかったらいい。そこをよく聞いてね。本当にこの半音のこれ半音の関係がね、何の抵抗もなくティーダーダーって弾く表情で弾きたいのか、それともここに何かを宿らせたい。何かを宿らせたい。お、じゃあ何、もうちょっと意識した。そう、厳密に言うとね、これだってね、たーたーたー
かるよね。そうするとこの瞬間とでここに行くときとここに行くときって絶対違う、ね、自分の中で何かがね、うん、それをちゃんとキャッチして、左手だけで弾いたっていいんだけど、本当にあのそこのフレーズがね、このティーダ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 ーティーのこれが自分がまず左手だけで弾いて、まず技術的な観点から言うと安定して弾けるかどうかっていうのがあるよね。安定しないところで自分のやりたい音楽が本当にできなかったとしたら、それは両手に分けるべきだ、優先順位を変えるべきだ。要するに僕はここでティーダーとこうやると右手でこれを取ることによって自分のやりたい音楽がもっとできる、要するに手が力まない、もう手が力んで音が正しい音を弾いても本当に自分のやりたい音楽ができてなかったらそれはミスタッチしてるのに等しいんだよね、厳しく言っちゃうね。だから本当にこれを弾いてる時に本当にリラックスした状態で左手だけ弾いて弾いてもできるんだったらそれはやってみて、はい、でね、これは今すごくいいと思う、今のが絶対いいと思う、で結局ね、弾いてる人はこれを片手で弾こうが両手で弾こうがそんなこと別にね、そんなことで演奏の良い悪いを判断する人は少ない、でそういうことよりもこれが音楽として聴いてた時に本当に違和感なく、欲を言えばその音景が鳴った時に聴いてる人はやっぱり引き込まれたいだよ、やっぱり、いい意味でその予想外ね、極端に言えばいい意味で予想外のことが起きてほしいと究極的には思ってるんだよ。そうしないと人は引き込まれないし感動されできないから、感動したいから非日常を味わいたいから人は聞きたいわけ、演奏をわざわざ聞きに行くわけ、正しい演奏をわざわざ聞きに行きたいって思う人はあんまりね、そのただ間違わないとかね、そうじゃなくて、やっぱりその改めて言うまでもなく、やっぱりそういうことをあれしたらじゃあどうあるべきかってことは、そうするとそこから要するにつながるけども、じゃあ弾き手の方は本番っていうものが、どういうものなのかっていうこと、この意識が大きく変わってくると思うね。優先順位が変わってくると、それ OK だよね、納得できる、ただあれ頭では分かってても心がついていかない、まだ、そうですね、全然違う的なテンポとかこうか、まあ、まだ定まってないからかなと思うんですけど、こう両手で取るってことは動きも違うわけじゃないですか、ちょっとまたこう自分の動き自体を変えないといけないかなっていうのは思います。でもう一回こっから、
ともう一回ね、この時のこれに対してこれこの体この瞬間何かない？これ今僕こうやって、この瞬間に自分自身が触発されるような何か瞬間がちゃんと作らないと、さっきのとどうかな、なんか力んでる。これなこのとこなくなっちゃってるよ。そこの違いを1回目今そういうふうに例えばこんな感じで弾いてね、2回目はもっとね、なんつうかな、もっと指伸ばしちゃって指の腹を使うんだけど、わざとその指の腹をそのもうちょっと浅いところで持ち上げたところで、なんと指の腹 の, その当たる面積を細くする、そうすると何かそれで手前に引っ張ってくる、こうやってたーてーてー、そうするとほらすごい繊細な表現ができて、なんか音が全部パーッと上がる、さっきただ弱くしただけって感じです、そう1回目の時はもっとこうやって乗せてたわけ、乗せていいんだよ。で僕だったら2回目は逆に乗せないでこういうふうにパッてこうやってやる。こういう響きが欲しくなってる、ベードのとこでちょうどいいとこ、この動きで、そう、今やってみたけど、このくらいかな、体の感覚で、じゃあ今度ね、これ今右よね、厳密に言うとだけどここで左が入ってくる、ここに集約されるよね、この緊張感を十分感じてるかな、ここで 両方から左右から集まってきてる、この瞬間にグッと何かこれが来て現れて、これがあってここでこういう風になって、本当に自分自身が共感してるから、
F はそんな感じがいい。今自分ならファーの音、うん、そこのそこに、うん、それぐらいね、左手がちゃんとね膨らんでくれないとね、あの右手だけでそこの音楽がなんかこう無理やり引っ張っていってるような感じに聞こえちゃう。うん、うん、実はでも主役は左手だよねこれね、はい、うん、本当の主役はね、うん、だからやっぱりこの左手がちゃんとそうやって存在しないと、うん、何か音楽が無理やり弾いてる、もしくはうん、例えばね、確かに弾いたことがある人はここが弾きづらいってことを知ってるわけで、ああ弾きづらいからああなってるんだなっていう弾きづらさを感じ、まるで感じさせちゃう、うんうん、無理やり感みたいな、うんうん、あの弾いてる人がねストレスを感じるようななんかこうある意味で、ね、うんうん、そういう瞬間はない方がいいと。違い自分の中で捉えてる。十分じゃない。うん、多分 F の方に意味が持ったと思うよ。うん、いやいやいや。もっと力抜いてこうやって自分で完全に。選んでこないと、角ができないのか、できない。
そのレガートだ、じゃないと、うん、ゴツゴツして聞こえる、うんうん、ハーモニーからターンのハーモニーから何かが起きたわけでしょ、始まったわけでしょ、うん、今ね、そうしたでしょ、うん、その時にやりがちなのはクレッシェンドしたり大きい音を出す時に逆に力んでいくこと、逆に抜いていかないと、うん、逆に硬くなった、その音出した時、余計もっと長い音ほどね、こうやって使わないと、こうやって置いといて、こういう動きで、こうやってね、やってみ、置いといて、こうやってね、そうそう、ほら膨らむんだよ、ほら、ちょっとエネルギーで膨らんで、うん、出るでしょ。さっき違う使い方してる、こっちに行ったときに、うん、例えばね、僕が思うのは、例えば一番の感想は、そういうようなことを、例えば、うん、でもじゃあ自分がこれを思ったから自分が弾くときに必ずこうやるかつそれはもう別に決めつけない、はい、決めつけちゃいけない、うん、
基本、基本形、一番、まあ、中心にある形、はい、この曲のね、で実際はその弾くときは即興的なものがもともとないと、自由に弾かないと違うことや思いついたりとか、違う混ぜ方をしてみたりとか、違う呼吸があったりとか、っていうのがまあ理想なんだけど、さあそれのことも含めて今やっぱりそのハーモニー感は一番なんだろうな、こういう、 こう線のように書かれている曲ってこう見落としがちですよね、改めてちょっと思いましたっていうことと、あとよりこう少ないエネルギーで、少ないエネルギーでただこう置いていくことによって豊かな響きが得られる、それはやるべきだと思います、税金をね、余計に払う必要ない、アルゲリッチの発言じゃないけど、だから変えてもそうなんだよ結局、要するにアルゲリッチの言う、余計に税金払うのも、別に左手で書いたら買って左手で引かなきゃいけないってこと、まあ、あの昨日から実際はこういう旅を始めて、あの新たな意識、自分の中で、あの、まあ、いろんなことはあるけど、こうやって弾いてみて、特に何か自分が、その昨日までの自分、それ以前の自分と昨日以降の自分に今こうやって弾いてみて、より何か特にその大きなその違いを挙げるとしたら、なんか座り方とか距離感とか全然違いますから、まあ、なんかもうまた根本からちょっと違う感じがするので、全く違いますね、でその違うっていうことを、どういうふうに感じてるの？すごいポジティブに捉えて、今までやったものがちょっとなんていうの、こう違うことっていうわけではなくて、それをやってきたことのそのベースの上にまたこういうことがあるっていうふうな認識で今はやってますけど、じゃあこれから先の展望に対してこれでやってったとして、なんか音楽の作りとかもやっぱだいぶ変わっていかないと逆におかしいですよね、ちょっとまた違った方法を見つけないといけない感じがします、見つけなきゃいけない、違った方法ね、これまでとどういう意味で、テクニカルの意味、テクニカルもそうです、でもテクニカルには単純じゃん、すごく楽じゃない、いやだからこれまでやってきたことと全然違う方法をまた見つけないといけないかなということです、だから例えば直線的に音楽をまとめてたんだとしたら、そこがそれとは何かまたこう出てくる響きが違うわけですから、響きの量とか響きの質が違うわけですから、例えばテンポ感だったり、そのルバートの感じとか、選ぶ音色、そのハーモニーの感じ方自体がこう変わってくるわけじゃないですか、そういうことですね、そうすると以前弾いた曲も含めて、もしこういうのアプローチにするんだとしたら何かもまた変わるんだろうなっていう感じです、実際ねバルトークのその辺りをね、弾きのチラッと弾いても全然変わった感じの、しますね、ちょっと一瞬また弾いてね、いやちょっと、あんまり覚えてないいや出だしだけど、ちっちゃい、だってちょっとのエネルギーでいっぱい、いいんだけど、ペダル使っても面白そうですよね、そう、だから、多くの人がペダル、例えば
スタカとか書いてあったりとか、給付が書いてあったらペダルは使わないっていう意識が強いんだけども、いやペダルだ、基本はペダルはなるべく踏まないとかね、それが例えばソフトペダルだったらもっとそういう意識強い人だよね、だけどせっかくあるペダルをどうして使わないのって言った時に、そのペダルが要するに音を伸ばすための機能だと思って、そういう機能しかないと思ってるというか、そういう意識が強い人は使いたがらないんだよ、ダンパーペダルも、だけど音色のためにあるんだっていう意識が強い人は結構使うわけ、と思うわけ。だから昨日も言ったけど、アルゲリッチとかボリニョは本当にペダルいっぱい踏んでるね、よく聞いてると、ほとんどもうボリニョなんかもうほとんどペダル離してる時が少ないね、ホルビッツはそれ、だからダンパペダルっていうのは結局 踏まないことによって、あえて自ら音色をの幅を狭くしちゃうことになるから、なるべく踏んだ方がいいと、僕はね個人的にはそう、僕はそういう演奏の方が割と好きなんだけど、その音色が豊かな、いろんな表情が豊かな演奏が好きだから、でそういう演奏がされるとすごく引き込まれるし、そうじゃない演奏ももちろんあっていいし、それはそれで違う魅力があると思うんだけど、だからどっちを選ぶか、ことなんだけど、ただまあ僕はこっちを選ぶかなっていうだけ、そう一番だけでもなんか収穫がいっぱいあったのに、次何番にするか弾きたい曲、何番弾きたい？5番弾きたい、でちょっと一瞬弾いてみる、すぐに。
改めて聞くけど、うん、そのじゃあね、本番っていうものに対しての意識がひと変わってきたと思った徐々にね。あえて聞くけど、うん、今自分が思うその本番に対し本番で弾くっていうこと自体、うん、どういうふうに今思ってる？本番で弾くことに対して、このアプローチを変えたことによって、うんうん、まずどんな感じになるのかなっていうのがすごく、まあ、例えばこれまでの何て言うのかな、こう緊張感とは何かまた違った感じになるのかなとかね、うん、そのステージで弾いてる時のこの精神状態とか体の状態も多分また今までとは違った感覚になるんじゃないのかなと思うから、ちょっとそういうところは試してみたいというか楽しみですね。でしょ、どんな感じになるのかなっていうちょっとこう期待感はあります。だから昨日僕がこうこうこうでっていろいろ説明したじゃん、はい、僕がこういうことをしたって、それはきっと自分のその今までの本番の望み方とは全然違うことを僕はきっと言ったんだと思うんだよね、うん、ある意味でね、うんうん、それを聞いて、ある意味そのあそういうことなのかみたいに思ったところってあると思う、はい、例えばそれは具体的にどんなことだった？もうちょっと掘り下げると。いうことなのか。僕はほら本番っていうものはこういうもんなんだ。こういうふうに僕は実際うまくはないけどこうやってやってるんだよって説明、具体的に説明したじゃん。はいはい。ショパンソンだと。うん。的な要素があるとか、何回も同じ舞台を踏むとかっていうそういう類のことでしたっけ？何でもいい、何でもいい、自分が何かその思い出してみる、例えばほら優先順位が違うとかそういう類のこと、なんかピリスも言ってたような気がする、うん、なんだっけな、こうやっぱり本番ってプレッシャーとか緊張感が、うん、あるけれど、うん、それがもしその音楽っていうもの音楽の、うん、に対するその、うん、大切な思いだって、まあ、音楽がすごく大事なんだけれども、うん、それをこう緊張とかプレッシャーが超えてしまうようだったらそれは変えないといけないわよねみたいな話はしていた、うんでもその言ってる意味が分かんなかったんですけどね、うんうん、そうすると昨日の僕の説明で、うん、すごくなんかそれが、うん、あこういうことなのかなってちょっと、うんうん、それ例えばね、うん、文科の人とかでね、これ今 見てる人に何かお知らせするつもりで、うん、なんか自分のフィルターを通したこと感じたこと、うん、ちょっとまだこれにして本番は踏んでないんだけど、うん、なんでしょうね、まあだからこう常にこう変化していくべきだと思います、いろんな面で、うん、なんかこうやっぱりこう人ってこういう風なやり方でこういう状態に持ってて、それで本番を迎えて、こういう状態にするから本番でうまくいくとか、あこういう状態にしたからうまくいかなかったっていう風に なんかこう考えてしまいがちなんですけれども、本当はなんかそういうところも全部取っ払ったところで、うん、やっぱりなんていうのかな、全てこう天に任せるじゃないですけれども、その時の空気感とかその時のまあ楽器の状態、その時のお客さんとかね、そういうものにも全て委ねて入ってもお任せして弾けるくらい、うん、どこかにこうそういうなんだろうな考え方を持っているっていうことは大事かもしれない、
で、僕はさ、一言で言えばこういうことなんだよって言ったじゃん。覚えてる？一言で言う。まあ一言っていうかね、本番って、いやそういうことじゃなくてこういうことなんだよって言ったの覚えてる？おっしゃいましたよ。なんて言葉覚えてる？楽しむことで。ああ、楽しむことだね。だから、ね、まあ僕が言っちゃうのもあれだけど、きちんと弾くとか、いい演奏っていうものがね、何なのかっていうところになるんだけれども、要するに、自分が練習自体でね、意図したことを再現するんじゃないんだよ、そうじゃなくて人前で弾いてる時にしか起きない何かっていうのがあって、いい意味での緊張感の中で起きるその可能性がいっぱいあって、そこにはもしかしたらミスタッチをしてしまうかもしれないけれども、そのそれ以上にその作品の持っているその含まれているその音楽の要素っていうのをどんだけ引き出して、自分が弾きながらそれを楽しむことができるか、要するにそこには楽しむっていう一言の中には、自分がその作品や自分の出した響きや音楽に触発をされて、ときめきを持って楽しんで弾けるかどうかって、そういう状態に、なることが大事なことだよっていう、そのためにはこういうアプローチをするとそうなるよって僕は身をもって経験したことを言ったわけだよね。なんかないですかそれ。そういう状態に行きたいです、だそういう本番のアプローチっていうか、そういう感じじゃなかったと思うんだよね、後から聞いてると、だから要するにさっきもちらっと言ったけど、優先順位が違うんだよね、演奏するときに、で、そういうふうに弾かないとお客さんも引き込まれないし、確かに上手に弾くことによってお客さんは関心はすると思うんだよ。あ、うまいなって。だけど、なんと引き込むことは多分難しいと思うんです。それぐらいだったら。で、やっぱり引き込むことができる人って、下手うまいじゃなくて、やっぱりちょっと違うとかね、想像するので。だから多分僕はそこだと思うんだよね、さっき言ったようにね。だから演奏するときに一番大事にしたいことは何って言ったときに、ね、きちんと弾くこととか、自分が練習したものを、その計画を立てたことを、そのきちんとそのやるんじゃなくて、そのまで生み出す、その、もちろん練習って大事だから練習で下地を作っとかなきゃいけないけども、どんだけそれに自分がね、たかがほらね、たかがトリル一つでも自分がわっと弾いててわっと感動できるかどうか、感動できるようなトリルを自分が弾けるかどうかとかね、っていうところが結局、まあ、なかなか門下の人にも伝わらないと思うんだけども、でも外皮は分かったよね、それの意味合いがね、気に入ってね、そうすると自分がそういうアプローチの仕方でまだ本番はやってないけれども、これからそれを想像して、ね、そういうふうに本番を望んだ時に何か少なくとも今までとは違う感覚になるだろうね、でそれを、きっと楽しみに思ってるんじゃないかなって勝手に思ってるんだけど、どうですか？そうですね、楽しみ、違う境地に入っていける、随分
ずいぶんその僕の言ってることがだんだん浸透されてきた自分、はい、落とし込まれてきた、うん、そうです。ああだったらよかった、うんうん、最初はねなんかうんって感じだっただろうけど、うん、まあみんなね、うん、他の儲かせの人たちも一応ほら文章で知らせたけど、うん、ピンときてないと思うんだよね、うんうん、でもそれねやっぱり、ね、聞き方と大きいで、ね、やっぱり、ね、大きいと、うん、まあいいや、はい、じゃあ5番、あ5番だっけ、はい、はい、傾向はその時によって傾向があるんだけど、手首が連動してない、うん、うん、手首まで来てない、うん、指の付け根までで止まってるエネルギーが右手、うん、だから音がよそよそしいんだよ聞いてて、わかる、うん、それで鳴ってるって言うんだよ、うん、さっきのは鳴ってるけど中途半端な感じ、うん、なんか独り言を喋ってる程度、うんうん、聞いてる人が置き去りにされてる、難しいんだけども、もっとその瞬間的にもっと力抜かないと五の指の音は歌わないよ。二のミシのシの音は歌ってない。中途半端にしか歌ってない。ちょっとそこ止まってみな。シで、うん。うん。それで初めて。そう。そう。だから昨日厳しいこと言ったけど、ね、音を正しい音を弾いてても音色が違ったらそれはミスタッチとは変わる。もっとだから、ね、奥深いことだよね、うん、じゃあラーレって言った時のじゃあ縦の響きはどうですか、混ざり方聞いてるかな、なんか横に聞いてる、演奏してるように聞こえるよみたいな、うん、縦、今日はなんか縦をいまいち聞いてないような気がする、横に聞いちゃってるような気がする、で手伸ばして広げた時にそれ固まった状態で弾いてるよ、その F の音曇ってるよ、オクターブ上に、そうそうそう、ここまで抜かないと上上がんないじゃん、抜けないじゃん、そうすると思った以上に手のひらの中力抜かないとダメでしょ、うん、ね、そんなもんじゃあやっぱ歌わないんだよ、
そこまで弾いてどうだい？力入ってると打鍵のスピード？遅くなんだよ。遅い感じがする、うんうんうん。そう、だから飛ばない。膨らまないし。体の感覚、うん、どうしたら抜ける？それそこを抜くためには実は手のひらだけじゃないんだよ。腕とか肩とかその辺から固まってることが多いんだよ。実はそっから抜いていかないと抜けないんだよ、うん、僕はそっから抜いていくけど、うん、手固まってると思ったらほら前言ったじゃん、肘を落としてこうやってやるとかね、うん、肩を動かしてそこから抜いていかないと抜けないよ。大体僕は自分の経験でそう。特に5の指でオクターブ上弾くときとか、ね、オクターブ弾くときとか、うん、もう手のもひらというよりももうそもそも、ね、肩とか腕が固まってる、ね、うん、そこから抜いあのもっともっと、うん、手前から抜いていかないと意識しない。どう？ほら意識する抜けでしょ。だから体が固まってたって感じですね。そもそも肩周りとか、こういうところ、うんうん、鎖骨のあたりとか、そうですね。でしょ。うん、うん、そこから抜いていかないと。似たような立ちで弾いてるけど、どうだろう、その左手だけタンタンって、ね、一拍目と二拍目の音どう混ぜて、どういう響きを、ね、うん、その上に右手が持ってるんで、
要するに3連符になって、ここから最初はあの3連符じゃないかと、ずっと。リズム感がちゃんとやっぱりありますし、動きも結構、動きもすごいある曲だなって思います。でも確かにこう見てみると ものすごい音域ですもんね。左手も、確かにアルファって書いてあるからね、シンプルにっていうのね、でもシンプルだよね、非常にシンプル、素材が命みたいな、料理みたいな音楽だよ。そのだから素材をどういうふうに生かすかっていうところ、僕だったら今みたいな方向かな、別に好きなようにやれいいんだけど、もっともっとなんかこう何かね、あの、なん
キャパシティがもっと広くなっているような感じがする。さりげなくふわふわって柔らかくふわふわふわっとした、そのあえて16分になっているところ、例えばじゃあそうやって弾いてみて、自分の中でそういう感じで多分弾いてこなかった感じがするんだけど、実際そうやって弾いてみて何か感じること、なんかこれまでのこうスペースがこのくらいだとしたら、もっとこのくらいにしないといけないなっていう感じがします、それ以外になるとは、音とか選択する音とか音楽を決めて弾くっていうよりは、デタラメではないんだけれども、その場の何か、その場に感じたこととか、何かこうそういう降りてきたものがあって、それにこう素直にこう反応していく。そういうふうに弾いてるときに、ガヒの気持ちとか感情とかはどうですか？そうやって弾いてるときに、楽しいでしょ、より楽しくなるでしょ、弾いてて、そうやって弾かないと本当に、シンプルに弾いてますっていうね、ところで狭い範囲でやるっていうのと比べると、もっと弾いてて具体的にいろんな発想が湧いてきて、弾いててあ、こうもできる、こうもできるとかね、もっと自由さが生まれたりとかね、僕はね、だったら、
で、とにかく、ね、この素材で、この素材を楽しむってある意味で、難しいと思うんだよ。こんなシンプルな、こんなこれしか音がなくてね。だけど楽しくなるんだよ。僕はね、こう弾くことによってね、そのもっと具体的にいろんなことが浮かんでくるから、だから演奏を楽しむっていうことにつながる。これも一つのあれなんだよ、アプローチなんだよ。自分自身が本当に、例えばちょっとしたその音の重なりとか出てくるタイミングで感動したりしない？今みたいに。そうですね。でしょ？それを伴うから弾いてる喜びがあって楽しみがあって、この曲をね、この曲集の中ではどちらかというと地味な存在だけども、弾く面白さみたいなもの、存在のあれがもっと大きくなるでしょ、この曲。で、勝手俺がバーって言っちゃってるけど、どうなんだよって自分で思う。いや、本当になんかこう感動しながら弾いていかないと、ね、多分聴いてる人もつまらないと思うんですよ、ね。そうだよ、これ本当にね、この曲が始まったと思ったら、つまんねえ時間が始まったと思っちゃう人多いと思う。でも今みたいに弾いたらきっと聴いてる人も楽しいんじゃないか。で今日はあと何を練習しよう？何番？7番。はい。に書いてあるカッコでミッドでオイソレストシタロカエンフィンダンクって意味で分かっている？カッコの中に書いてあるでしょ。書いてない。ミストシネルの後、あ、そう、あ、それに書いてないんだ。ヘッドパイに書いてない。誰いっぱいに書いてある書いてますね。書いてるでしょ。まあ、非常に英語で書いてある。表情豊か。そう。だから、まあ直訳すると、その、なんていうの、オイソレストっていうドイツ語が書いてあって、シュタルカ、オイソレストっていうのは、まあ非常に特別なというかね、非常に、何か強調だよね。で、シュタロカっていうのは、例えば非常に強いっていう、シュタロカ。エンフィンドンクは表情で、このね、静かな曲だけど、ここにはやっぱりその非常に強いその何かが宿ってなきゃいけない。このタランタランタランってずらす中に、何か
ものすごくその熱量の高い、うん、何かこうこの音楽を作ってほしいってシューマンが書いてる、うんだよね。もっと熱い音、熱い音っていうかこう緊張感の強い音、うん、うーんとか、うん、なんかこう、うん、ちょっと手ヌート気味の音って言ったらいいかな、うん、執着が強い音とかね、いろんな表現できる、うんうん、なんかそういうような性格を帯びた音を使いたくなるよね、うんうん、歩み、運び、何かもっと含められるんじゃないかなって感じがするな、うん、もっと、まあ簡単にちょっと抵抗を加える、うんうん、何かこう、うん、
八分音符とかに抵抗を加えられるといいなと思いながら、ちょっとやってみます。なんかね、指と鍵盤がね、もっと粘着質な関係って言ったらイメージとして浮いてくるなっていう感じ。それが基本でしょ、はい、で今、ハーミドシーと、例えばここをね、左手だけで弾かないで、こうやっていたっていいよ、その時の即興で自分がもっとも変えていかないと、うん、いつも同じことないで、パッとその時にひらめきで、うん、何かこういろんなだからあのイメージが大事になってくるね、うん、本当に、うん、ここに入ってきて、そういう類の同じことじゃなくて、thank you.
土台。うん、まあ、こんな感じかなと思いながら弾いてましたけど。こんな感じかなって、こうだでいい。こうだね。こうだって、こう思う。うん、自分は今こう思うんだ。断定しないと。そういう時はね。あの普段ずっとね、10年以上見てきて、あのすごく控えめな人っていうね、あのあれがあって、でも芯はものすごく強く持ってる人だと思う。だから、そういうところで、あのこうまい具合にね、その控えめな部分っていうのは、それはそれであのなんていうの、美点でもあると思う、人としてね、うん。だけど、確かに控えめな表現が必要な時もあるよね、音楽ってね。うん、だけど、やっぱりすごい強い信念を持って、この、うん、音に何かこう自分のね、強い意志みたいな、全て注ぎ込むような音を出してみたりとか、そういうのがもっとあってもいいよねって普段聞いてると思う、うん、もっとできる人だと思う、うんうん、そういうものを持ってる、その真の強さを持ってるから、うん、だからここまでやってこれたんだと思うし、うん、で演奏の中にも そういう部分がもっと出てきている、うん、あ、それはあの技術的なことも関係してたのかもしれないんだけどね、うんうん、そういうことをしちゃうとどうしても固まっちゃうとかね、うんうん、弾きづらいとかね、うまくいかないとかね、うんうん、だけど今みたいに弾くとそういうことも多分もっとできるんじゃないかな、うん、うん、きっと自分の中でなんていうのかな、こう自分の演奏を振り返った時にね、それがあの記憶の中で振り返ったりとか、あと実際に自分が弾いた例えば何か演奏を見たりとかね、後で振り返った時に、多分もっとここは自分はもっとこういうふうにできたんじゃないかってきっと思ってんじゃないかなってよく思うんじゃないかなって勝手に僕は思って、その辺どうなの？過去のこれまでやったらいいですもん。うん、まあそうですね、うん、なんかもっとこれ、ここはこうなんかね、そういう意味合いのこと、うん、そうですね、うん、もちろんあのうまくいってるものも あるし、あの、やっぱりその人そのものが本当に演奏って出るんだなっていうのはやっぱりいろんな意味で思うね、うん、思わない、うん、教える側にも立ってね、はい、だからなんだろうね、その自分のやっぱ持ってるものを最大限にやっぱり演奏には出したいよね、うん、せっかくね、その術がね、うん、なかなかね、うん、手に入れないと出ないんだけどね、うん、でも楽しいでしょ、そうです、どんどん出てくるから、うん、あとそのなんていうの、やっぱ誰しも持ってるその本番に対、本番の話もあるけど、本番に対するそのなんていうの、まあ極端に言い方すると、まあ、ちょっと恐怖感とか、うん、例えば不安感とか、うん、緊張感とか、そういうものがいい意味で持ってる分にはいいんだけれども、必要以上にやっぱりみんな
よ必要以上に持っちゃうと思うんだよね、うん、でその辺のところはもっと払拭されるといいなっていうのは、うんうん、自分がこう散々引くところをねしょっちゅう見せて、うん、そういうことを学んでほしいなっていうのは、うんうん、すごくだからまあその要するにどうしたらそうなるのかっていうからくりみたいなもの僕の内側の状態を昨日とかもそれぞれ言ったんだけど、うんうん、楽しむことだよ、はい、楽しむってなんか変な日本語なんだけど、うん、味わうとかね、うん、他は練習してないなんか低い聴きたい曲ない。うん。何だろう。聞こえないな。用意がまだ足りてない。そうですね。でもゆっくり弾けば大丈夫っていうのがあるんじゃない。ああ、それはあります。もう全然いいんだよ。いい時間あるから今日は空いてるから。撮影したかったら弾くって今弾いて濃いようだけど、なんか何でもいいよ。改めて感じてることとか思うこととか、もうねえよって、もうねえよって。もう全部すべて言いました。本当。もっとあるんじゃないの？なんでしょうね。じゃあ逆に質問。楽しんで弾いてる？いやまだ楽しめて弾けてないですね。あ、そう、うん、言われたら何か、ね、2回目、3回目のどんどんこう楽しんで弾ける要素が出てくるんですけど、うん、なんか、うん、まだ最初からその感じがつかめてるかっていうとつかめてないかもしれない、うん、でもそうやって今弾くとあ楽しいなと思いますね、うんうん、そこまで持っていかないとね、うん、全然違うよね、その感覚は、ね、はい、うん、本当にあの究極的にはそういうことだと思うから、うんうん、だから楽しめないんだとしたらまだそれはその曲があの自分の中に入ってないってこととも言えるかもしれないね。そうです、うん、楽しめる域まで行ってないっていう、うん、だから本番をとにかく増やしなさいっていうのはその楽しむことをできるようになるために、うんうん、とにかく本番をいっぱい増やしましょうと、うん、目的一番の目的はそこだ、うん、その辺のところがね、はい、うん、もっと感じられるようになるともっといい演奏